おはようございます。太陽上がってきちゃった。もう朝ね、早すぎたんですよ、今日。早すぎたっていうのは、あれ、朝に撮ったやつ、朝日の前のやつ、ちょっと後であげますけど、途中でやめたんですよ。早すぎちゃって、太陽が全然昇ってこなくて、これダメだなと思って、このままやってても。だんだん太陽が昇る時間が遅くなってきちゃいましたね。今6時43分を回ったところでございます。令和4年11月25日金曜、ラクシンファミリー劇場6時台全集合、全起床。おはようございます。昨日窓拭いたんだけどね、まだダメだねこれ。ということで、本日も明るく元気に気持ちよーくデコ調でいきましょう。絶好調。今ボケてる間にね、リリちゃんがね、家の中走り回ってます。出ちゃいました。戻ってこないですね。だからね、窓汚いですね、拭いたのに。昨日全部ね、網戸外して洗ってやったんですよ。昨日は天気良かったですね。あ、ゴルフの練習してきたのかな。ゴルフの練習、早くから、ね。みんなそれぞれ、いろいろやることあると思うんですけど、2月11日に向けて、私もトレーニング頑張っております。明日こそスパーリング頑張るぞということで、本日も明るく、怒らず恐れず悲しまず、元気に気持ちよーくいきましょう。皆さんね、ゆうべの夢はね、俺また疲れちゃった。ちょっと休ませていただいて、11pm 休ませていただいて、早く寝たんですけども、まあ、背だくで、起きて、びっちりちょで、なんか、で、着替えて、で、どんな夢見たかっていうと、お店やってて、今のこの時期で、お金がもう14万しか残ってないですよ。支払いとかやって。給料払えねえなっていう話になって、夢の中でですよ。いやー、べーつって、今月いくら足んねえんだろうつって。疲れた、その夢。よかった。夢でよかった。夢でよかった。それね、なんてかっていうと、要は、先月の、まあ、YouTube からの、まあ、あれが、結構苦しかったんですよ。それで、それが夢に出たんかな。頑張ろう。生活保護費も稼げてないんで、頑張ります。YouTuber として成功したいな。疲れたなんてやってる以上無理か。ね。家のこともあるし、体調もここのとこ崩してたんですよ。結構精神的にもやられてて、なんか、昨日ね、ある方から連絡あって、いや、もう疲れてるよ、顔って。元気ないよ、最近って。そりゃそうなんて。いろいろありすぎたんでね。疲れちゃったんだよね。汚ねえな、窓。拭いたんだけどな。ちゃんと掃除したんだけどな。テープ貼っちゃったから、まだ開かねえしな。汚いな。ということで、本日も明るく元気に気持ちよく、怒らず恐れず悲しまず、絶好調でいきましょう。また、8時から全集合。よろしくお願いします。皆さんの顔をね、朝見れるだけで、幸せな気持ちになれるっていうね、三段逆サイド方式なんですけども。感謝しかありませんね。皆さん応援に行って、元気をもらって帰ってくる。そんな感じでございます。
若手と暮らせると旗は来ねえなこれ。もう12月になっちゃうよ。ということで皆さん良い一日をお過ごしください。アデュースアミーゴ、今日も絶好調。後ほどお会いしましょう。今からセッティングしなきゃ。では、アディオスアミーゴ。明るく元気に気持ちいい。絶好調です。今日も最高の朝ですね。気持ちいいです。太陽が最高です。洗濯日和です。今洗濯やってます。アディオス。